おはようございます、関純子です。なんとなくだるい時、体操でリフレッシュ。今日も元気にゴーゴー。さあ今日も気持ちよく体操していきましょう。さあ深呼吸ですよ。はい、吸って吐いて、もう一回吸います。吸って吐いて、膝はしっかり屈伸しますよ。手も握ります。はい、グッパです。パッパッパー、はい、大きく円を描きますよ。さあ手のひら前ですよ。しっかり前に突き出しましょう。さあ今度は歩いていきますよ。体は斜めに横を伸ばしますよ。軽くひねります。脱力です。力抜きましょう。さあ楽しくゴーゴーダンスですよ。はい、さあしっかり横向いて手を振って、はい、ゴーゴーダンスをゴー。いいですね。さあ次は V ステップです。はい、開いて閉じて、開いて反対方向。さあ2番ですよ。頑張りすぎずに頑張って、はい、肩叩きます。さあこれは手首の体操です。はい、体曲げて中になります。はい、腰振ってしっかり歩きますよ。はい、手のひら上ですよ。さあこれは胸の運動です。さあ続いて股関節柔らかくしましょう。さあ一緒に楽しく、はい、リズミカルにゴーゴー体操ゴー。先生教えて、タオルで楽々エクササイズ。今日はタオルというか雑巾でいいんですけども、はい、お掃除エクササイズです。お掃除エクササイズですか。はい、タオルを床に置いていただいて、はい、その上に足を乗せます。そして滑らせていきます。あー、なるほど。まあ、床を拭くようなイメージでこう、あ、先生ここ股関節が開きます。そうなんです。そして椅子の端っこに座っていただいて、前後の動きもできますよ。あー、前後。あ、今度はね、太ももの、ね、前側が伸びますね。足の筋肉は大きい筋肉なので消費カロリーも上がっていきますよ。はい、このね、前後もこの太ももに効きますし、お尻にも効いてる気がします。これはお掃除もできて一石二鳥の股関節エクササイズ